時は嘉永6年、江戸湾に侵入した4隻の黒船により天下太平の夢は破られた。新しい時代の幕開けである。しかしそれは同時に闇の力による黄金の国ジパングへの度重なる侵略の再開でもあった。反逆する妖怪、そしてバテレンの妖術使いたち、夜の闇に紛れ怪異な事件が続発、江戸の町を襲った。事態を重く見た幕府は勝海舟の進言により魔道に秀でたくの一を集め秘密組織を結成した。闇に生き闇に戦う者ども、暗譜の誕生である。